クリスティアン・エルンスト・クリスティアン・エルンスト・フォン、ブランデンブルク・バイロイトは、フランケン地方・バイロイト公領の辺境博。寛容な領主で、行政、経済を発展させ、一方では、軍事力の大規模な増強を行った、ブランデンブルク・バイロイト辺境博クリスティアンの次男、エルトマン・アウグストと同族で、アンスバッハ辺境博、ヨアヒム・エルンストの娘、ゾフィエの一人息子として生まれた。 父は、祖父クリスティアンよりも先に成去していたため、1655年に、祖父が亡くなると医療は、クリスティアン・エルンストが継承した。クリスティアン・エルンストは、行政機関を、バイロイトの新しい宮廷に一極集中させ、ユグノーハ・シンジャラをエアランゲンに入職させた。そして現在のエアランゲン大学の母体となった、騎士アカデミーを開設した。また、神聖ローマ皇帝レオポルト一世の、 忠実な労働であり、オランダやロレーヌでの戦いや、1683年の第二次ウィーン包囲などで皇帝軍を支援した。1664年2月12日にフランケン帝国クライスの長官に選出されたのを、皮切りに順調な軍事的キャリアを積み重ねていった。これに伴い、1668年から軍備の拡大や軍事面での領主権の強化を図っている。 ブランデンブルク・バイロイト辺境白領は国境間近に位置しており、軍事的負荷は辺境伯の任務に属するというのがその根拠となった。これにより1672年には最初の財政危機を迎えるが、これには対処できた。クリスティアン・エルンストの軍事的野心は帝国において現実に重要性を増していた。オランダ侵略戦争に参軍した後、 1676年3月27日には帝国の陸軍減帥補佐官に任命され、1691年には皇帝軍の陸軍減水、1692年にはライン、川上流域における帝国連合軍の最高司令官にまで上り詰めた。しかし、彼はここでの任務に才能を発揮することができなかったために、バーデンバーデン編強迫。 ルートビヒビルヘルムに司令官の職を譲ることとなった。スペイン継承戦争では勝利を収めたりもしたが、1707年5月23日に決定的な判断ミスを下してしまい、自らの降格を決定づけた。クリスティアン・エルンストは1月に亡くなったルートビヒビルヘルムに代わってライン川東岸のシュトルホーフェンを守備していたが、フランスの将軍ビラール公がシュトルホーフェンを5月22日に、 攻撃、クリスティアニエルンツとは前にいた部隊を交代させ、翌日にシュトル方ンを明け渡してしまった。これにより、前線が広く開いてしまい、フランス軍のシュバーベンへの侵入、さらにはバイエルンまでの略奪業を可能にさせて、しまったのである。この重大なミスにより悲免され、ハノーファー戦抵抗ゲオルクルートビヒに交代させられた。軍事的キャリアとは別に、クリスティアニエルンツとは、 芸術の理解者であり、パトロンでもあった。バイロイトのラテン語学校の後継として彼は1664年にギムナジウムを設立した。この学校は、現在も彼の名を冠して、ギムナジウムクリスティアン・エルンスティヌムと称している。また、1672年には、馬屋広場に面して、木内教会を建設。1695年には、バンベルクから建築家。 レオンハルト・ディーン・ゼンホーファーを招き、八角形の城の塔を建設させている。1686年、ルイ14世によって放築されたユグノー教都のために、エアランゲンに新しい町を建設した。この町には、大同盟戦争で破壊されたプファルツ地方の町からの難民も住み着いた。また、馬と犬を愛していて、犬は85匹も飼っていた。 クリスティアン・エルンストは3回結婚していて、2度目の妻ゾフィール・イーゼ・ォン・ビュルテンベルクとの間には、1678年に、死士のゲオルク・ビル・ヘルムが生まれ、さらには、ザクセン選定公献ポーランドをアウグスト・2世紀の人、なるクリスティアーネ・エーバー・ハルディネも生まれている。2度目、3度目の妻と、辺境伯自身のライフスタイルのために、辺境伯領の経済状態は、 極めて厳しい状態に陥っていった。1712年に67歳で死去、デオルク・ビルヘルムが後を継いだ。有名なバロック詩人、ジークムント・フォンビル県は、1668年に、ホッチファー・ソリッチ・ブランドン・バーチェ賞にユリシーズを書き上げて、クリスティアン・イエルンツと美しい文学的な記念碑の中に置いている。1662年、ザクセン・選定校 ヨハンゲオルク2世の娘、エルトムーテ・ゾフィーと結婚したが、子供を設けないまま1670年に死別。ついで1671年、ビュルテンベルク公・エイバーハルト3世の娘、ゾフィール・ルイーゼと再婚。6人の子を設けたが1702年に死去。3人の子も溶接した。クリスティアーネ・エイバーハルディネ1693年、ザクセン選定公。 フリードリヒ・アウグスト・一世と結婚。エレオノーレ・マグダレーネ1704年。ホーエンツ・オレルン・ヘヒンゲン・伯爵ヘルマン・フリードリヒと結婚。クラウディア・エレオノーレ・ソフィー・ーシャルロッテ、エミリア・ゲオルク・ビルヘルム・カール・ルート・ビーヒ1703年に、本家筋のブランデンブルク選帝校。フリードリヒ・ビルヘルムの娘、エリーザベト・ゾフィーと3度目の結婚。子供はなかった。 これらの文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。